モントリオール・カナディアンズは、カナダ・ケベック州モントリオールを本拠としている、ナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。NHL 最古のチームであり、またいわゆる、オリジナル6の一つでもある。チームの法人名称は、レ・クラブ・デ・ホッケー・カナディエンヌ。通常フランス語では、チーム名として、レ・カナディアンズでモントリオールが使われる。英語では、モントリオール・カナディアンズ。 愛称としては、フランス語では、ルブルーブラン、ルージュ、ルトリコロア、レハビタンツ、ルカナディエンヌ、レグロット、ラサント、フラネル、ザ・フライング・フレンチメンなどと呼ばれることもある。英語での愛称は、ザ・ハブス。北米のプロスポーツの中では、野球界のニューヨーク・ヤンキースを除けば、モントリオール・カナディアンズほど伝説に彩られた歴史を持ち、 成功を収めたチームは存在しない。スタンレーカップの優勝回数は、他の NHL チームを大きく引き離し、史上最多の計24回である。ちなみに、第2位は、宿敵トロントメープルリーフスの13回、3位は、デトロイトレッドウィングスの11回である。二千十三から二千十四シーズン終了時でも、モントリオールカナディアンズ、トロントメープルリーフス、 デトロイト・レッド・ウィングス以外にスタンレー・カップを2桁制覇したチームはないにもかかわらず、カナディアンズには、スタンレー・カップ制覇経験回数が10回以上の、選手が3人、アン・リリ・シャール、ジャンベリボー、イワン・クルノワイエもおり、北米4大プロスポーツリーグでこのような例は他に、ない。現在でも、プレイオフ出場回数が多い上昇チームの一つで、あるものの、 カップ制覇は1992から1993シーズンより離れており、1985から1986シーズンから導入された、プレジデンツトロフィーは2013から2014シーズン終了時現在、まだ一度もない。モントリオールカナディアンズは NHL の創設前から存在していた。このチームは、 NHL の前身であるニャーの1909年、基礎メンバーである。1916年には、太平洋岸、ホッケー協会のポートランドローズバッズを破り初の、スタンレーカップ優勝に輝く。なお翌年にも決勝に進出したが、シアトルメトロポリタンズに敗れた。1917年、カナディアンズを含む5つのニャー加盟チームのオーナーが、NHL を設立。 その2年後チームは再び、スタンレーカップの日の木舞台で、シアトルと対峙するが、一生一杯の後思わぬ悲劇が、起こった。伝染性の流感がシアトルを襲い、カナディアンズのスター選手、ジョー・ホールが救世したのである。このため残り試合は中止となった。ホールの死に加え、翌年に、チームは、ジョー・マローンを核。マローンは活動休止状態にあった。 ケベックブルドッグスからのレンタル選手であったが、1919年に活動を再開したのである。1924年、チームは、ベテランのオーレル・ジョリア及びビリー・ブーシェに、新人のハウィー・モレンツ、ハウィー・モロンズを加えたラインを完成させ、カルガリー・タイガース及びバンクーバー・ミリオネアーズを、プレイオフで破って、再びトップに帰り咲く。1925年は、 ビクトリア・クーガースに敗れる。1925年は、カナディアンズは、ゴーリーのジョルジュ・ベジーナをその年の終わりに、結核で失い、リーグ再開で、シーズン終了。翌1926年、新ゴーリー、ジョージ・ヘインズワースと契約を結ぶ。ヘインズワースは新設された、ベジーナ賞を受賞し、その後数年にわたって、リーグベストゴーリーとして君臨する。この年から、 モントリオールフォーラムを本拠地とした。リーグのレギュラーシーズン戦では常に顕著な成績を維持していたカナディアンスではあったが、プレイオフではなぜかつまずきを見せ、1930年になって、やっと当時無敵と噂されたボストンブルーインズを下しスタンレイカップ3度目の優勝を獲得した。1931年にもプレイオフでブルーインズを破り、 カップ決勝では、オタワ・セネターズを下して4度目の優勝を果たす。カナディアンズ1942-1930年代、初頭のスター選手らがチームを去ると、1935から1936シーズンは、リーグ最低の記録に終わった。このような事態を有料した NHL は、2年間に、限って、カナディアンズに対しすべてのフランス系カナダ人選手を、 保有する権利を与えた。このため、1936から1937、シーズンは NHL で、事故、第2位の成績を収めたのだが、またもモロンズの死という悲劇に襲われ、続いて、シカゴブラックホークスの R、ザイベルトの活躍によって、泣きを見ることとなった。カナディアンズは再び数シーズンを泥沼に会えだが、モーリス、ロケットリシャール、 トーブレイク及びエルマーラッシュのパンチラインに導かれて、レギュラーシーズンをわずか5敗の成績で1944年のカップ優勝に到達した。1944から1945シーズンは、リシャールがシーズン最終戦で NHL 史上初となるシーズン50ゴールを挙げたが、準決勝でトロントメープルリーフスの前に敗退。翌シーズンはこれに奮起し、 6度目のスタンレーカップを獲得した。1957年、トムとハートランドのモルソン兄弟がチームを買収した。1950年代はカナディアンズにとってまさに黄金時代であり、この時代のチームは NHL 史上最強のチームであるとする声が高い。1951年から1960年に至るまで、 毎年カップ決勝に進み6度の優勝を達成した。トーブレイクがコーチに就任すると、ジャンベリボー、リッキー・ムア、ダグ・ハービー、バーニー、ブルーン、ブーン・ジョ・フリオン、ゴーリーのジャック・プラントや、モーリス・リシャールの弟アンリラ・リーグを代表する、スター選手を補強した。当時のカナディアンズは、カナダ国民の間で留まるところを知らない人気を、博した。 このことは例えば1955年、デトロイト・レッド・ウィングス戦で、リシャール2シーズン残り試合出場停止処分が発表されると、熱狂的ファンがボートと化して、通りに繰り出し、多額の損害を及ぼしたことからもわかる。カナディアンズは試合を没収され、決勝でもレッド・ウィングスに敗退した。1956年ファームチームのピーター・ボロー・ピーツを、オンタリオ州。 ピーターボロに設立した。この年、ジャンベリボーが NHL 選手として初めてスポーツイラストレーテッドの表紙を飾った。1959年、ジャック・プラントがカナディアンズのゴーリーとして初めてマスクを着用した選手となった。1960年、ロケット・リシャールは引退したものの、1961年には6年連続カップ出場は確実視されていた。 しかし、この時は、プレイオフ準決勝で突然失速し、シカゴブラックホークスにあぶれ去った。この後1965年に、新人のイワン・クルノワイエを養子カップ優勝を、果たすまで、幾度となく、プレイオフでの悲運に泣く。翌1966年も優勝を重ねた。1967年、カナディアンズは、スタンレーカップ決勝で、 宿敵メープルリーフスに敗北した。1967から1968シーズンでは NHL の加盟チーム拡充があった。カナディアンスは駆け出しチームのセントルイスブルースをこの期以後も2年連続で決勝で下す。1970年にもレギュラーシーズン最終日でのタイブレークゲームでプレイオフ進出を逃した。 1971年カナディアンズは、ブラックホークスを破り再び勝利への道を歩み始めた。この年に獲得した選手としては、ゴーリー、ケンドライデンや長年メープルリーフスで活躍した、フランク・モホバリックラがいる。1972年には、ブルーインズに準々決勝で敗退したが、1973年、シカゴを下して、スタンレーカップ覇者に返り咲いた。 1974年は第1ラウンドでニューヨークレンジャースに敗れ、1975年は準決勝でバッファローセーバーズの前に下った。しかし1976年はヘッドコーチのスコィ・ボーマン統率のもと、80試合中わずか8敗の NHL 新記録を樹立し、カップ決勝に進出。3年連続優勝を目論む。 フィラデルフィアフライヤーズの夢を阻んだ。当時の主力には、ラフレール、6期連続50ゴール以上の記録更新中であった。クルノアイエ、スティーブ・シャット、ピート・マホブリッジ、ラリー・ロビンソンががいる。この後1970年代に、カナディアンズは3年連続カップ優勝を果たした。1980年代初頭までには、多くのカナダ人有力選手が、 引退やトレードでチームを去ったロビンソン、ラフレールと。しかし、代わってスウェーデンの左ウィング、マッツ・ナズランドやギー・カルボノラをこの頃に獲得している。また、1985から1986シーズンには新人有力ゴーリーのパトリック・ロアも加入。ロアは、 カナディアンズにとって1980年代唯一のカップ優勝に貢献した。1986年、パトリック・ロワがコーンスマイス賞を史上最年少の20歳で受賞した。1989年には地元フォーラムでカルガリー・フレームスにしか敗れなかった。カナディアンズは1990年代初頭まで堅実な成績を残す。 1993年には、ロサンゼルス・キングスを破って、カップ優勝。この期には、エドモントン・オイラーズの得点源であったバンサン、ダンフースを引き抜き、他に、フォワードのカーク・マラー、ブライアン・ベローズ、ステファン・レボーを獲得。この4選手いずれもが、シーズン30ゴール以上を挙げた。1995年はチームが、バラバラになってしまい。 過去25年間で初めてプレーオフ進出を逃した。その年の12月にチーム崩壊の兆候が現れた。それはゴーリーのパトリック・ロアが対デトロイト・レッド・ウィングス戦で1試合9ゴールを与えた時である。勝ち目がなくなり、ヘッドコーチのマリオ・トレンブレーがたまらずロアをベンチに下げた時、ロアは当時の会長ロナルド・コーリーのもとへ歩み寄り、 これが、俺の最後の試合だと告げた。その後ロアは、ベンチューラの自分の座席を掴み挑戦的な眼差しを、向けながら、トレーンブレーに歩み寄った。ロアは、その後、マイク・キーンと共にその年度のスタンレーカップ覇者となる、コロラド・アバランチへ移籍する。交換選手は、ジョセリン、ティボー、アンドレイ・コバレンコ及びマルティン・ルチンスキーであった。 1996年3月11日、伝統のモントリオールフォーラムの最終戦で、ダラススターズを4対1で下す。次の土曜日に、カナディアンズは、新ホームのモルソンセンターへ移転する。1990年代後半には、ピエール・タージョン、マーク・レッキ、ウラジミール・マラホフ、パトリス・ブリズボアラの堅実な選手を保有していたが、 1999年から2001年まで3期連続でプレイオフ進出を逃すなど低迷が続いた。当時はチームの見売り話さえ訴状に上り、2001年度をモルソニエがチームを売りに出した時にはアメリカ人投資家のジョージ・ n ギレット・ジュニアが唯一の関心を持った買い手となった。2001年秋には1995年に チームに加入したセンターのサクコイブがガンと診断され、そのシーズン出場が絶望となった。しかし2002年には、彼の復帰、またゴーリーのホセセオドアが、ハート記念賞に選ばれる活躍を見せた。セオドアの驚異的なストロングプレイに触発された、チームは、イースタンカンファレンスのプレイオフ最終シードに、踏みとどまった。第一ラウンドでは、ブルーインズを下したが、 第2ラウンドでシンデレラチームのカロライナハリケーンズに敗退した。2003年11月22日、カナディアンズは NHL 初の野外試合ヘリテージクラシックに出場した。ところはアルバータ州エドモントンのコモンウェルススタジアム NHL 記録となる5万5000人の観客の前でオイラーズの4対3で勝利を決めた。この年シーズン93ポイントで プレイオフでは第7シードであった。再びブルーインズと対戦し、1勝3敗から盛り返して勝ちを収めた。特にボストンで行われた第7試合の最逆転劇が際立つ。しかし、その後タンパベーライトニングに敗北を喫した。2008年11月22日の試合開始前に、パトリック・ロワの背番号33を永久決番とするセレモニーが行われた。 2021シーズンは新型コロナの感染拡大によりノースディビジョンに所属。プレーオフ準決勝でゴールデンナイツを4勝2敗で破り27期ぶりのファイナル進出を果たす。本来ウェス,スタンカンファレンス優勝チームに与えられるクラレンス・エス・キャンベル・ボールも獲得。1915から1916 1923から1924、1929から1930、1930から1931、1943から1944、1945から1946、1952から1953、1955から1956、1956から1957、 1957から19 19581958から19591959から19601964から19 19651965から19661967から19 19681968から19691970から1971 1972から19731975から19 19761976から19771977から19781978から19791985から19861992から19 19931913から1914 1916から19171924から19251946から19471950から19 19511951から19521953から19541954から19551966から1967 1988から 1989, 2020から2021。ありがとうございます。